今回はこちらの中古ショップに来ました。宇都宮にある何でも買います系のオタショップです。宮城から宇都宮まで来ましたが、もちろん日帰りです。早速結構安くてレア物ありました。未開封の化け物語のブラック羽川ですけど、未開封で6800円でありました。これ駿河屋だと中古で1万円超えてるんですよね。ちなみに当時は定価8800円でした。10年そこらでフィギュアの物価が上がりすぎて辛いですね。それが未開封で6800円とか、かなりお安いです。箱に傷みありらしいですけど、見た感じ10年以上昔のやつやし、それぐらいしょうがないやろって感じのやつしかありませんでした。似たようなやつが武器屋からも出てて両方持ってましたが、私はアルターの方が好みです。あとロリコンイラストでおなじみの人が描いたイラストをフィギュア化したのもお安くありました。仕事を選ばないキティさんとコラボしたフィギュアですけど、これも未開封で300円とかいうお安い値段でした。駿河屋で2000円とかで売られてるやつなんで300円は安いですね。同じやつもう1個あったんで、欲しい人は両方買ってもいいんじゃないですかね。謎のアイテムで競馬娘パーカーとかいういかにもな商品がありました。競馬娘のフォントの色がそれっぽいですけど、馬娘とは全く関係ないです。近くにスペちゃんのぬいぐるみが置いてあるのもたまたまです。これ何がすげえかっていうと、似てる云々よりイメージで使ってる写真が男なんですよね。こういうのってせめて女の人使ってると思うんですけど、なんで野郎なんだよって思いました。競馬娘どころかただの競馬好きの男ですよ。地味にバーコードついてるんで、プライス商品とかじゃなくて普通に売ってるやつなんですね。続いて近くにあるハードオフ宇都宮インターパークに来ました。ここから1時間ぐらい西に走れば大洗に行けます。このまま家に帰らないで西に走って大洗で一泊するかってちょっと考えましたよ。ここでもお安いフィギュアっていうかレア物ありました。下着の鈴葉のフィギュアですけど、これずっとプレミアつき続けてるんですよね。数年前はこれ欲しいなって思ってましたけど、そもそも実店舗で売ってませんし、ヤフオクでもすごい値段ですからね。少しずつ興味なくなって、今はこんなのもそういえばあったなぐらいにしか思いませんでした。お値段は一部パーツが破損してるっぽいですけど、それでも2万円って書いてました。定価が1万2000円なんで、破損品でも余裕でプレミアついてます。フィギュアって再販しなくてもだんだん値段下がるやつと、これみたいにいつまで経っても高いままのやつってありますよね。なんか違いってあるんですかね。続いてハードオフ宇都宮西川端に来ました。ここはオフハウスハードオフガレージオフの中にしれっとブックオフが入ってます。こういうの見るとハードオフとブックオフが同じ会社つっても違和感ないですよね。ハードオフの社員がハードオフの株買うのはインサイダーになっちゃいますけど、ハードオフの店員がブックオフの株買うのはセーフなんですかね。ていうかハードオフとブックオフってハードオフの方が儲かってるイメージありますけど、時価総額で見るとブックオフの方が儲かってるんですよね。本とかゲームぐらいしか扱ってないのにハードオフより上とか、どういうことなんですかね。謎なやつでキューベー的なクッションありました。これ最初見たときまたパチモンのそれっぽいやつかと思ったんですけど、普通に寿屋から売られてたやつみたいです。定価は1300円とか書いてました。微妙に殴りたくなる顔と素材ですけど、多分そういう用途で売られてるやつですよね。人間をダメにするクッションと似たような素材なんで、顔面殴ってぐしゃぐしゃにして遊ぶんじゃないですかね。あとここにもレア物ありました。宇都宮はレア物いろいろあって面白いですね。このガルパンの西住殿と秋山殿のドール的なやつですけど、これ2体揃ってどっちも1万1000円って安いんじゃないですかね。駿河屋だと美穂岳で2万円しますからね。秋山殿はそもそも在庫なくて、ヤフオクとかメルカリでも在庫ないです。ドールっぽいつっても実際はただのフィギュアですけど、制服の他にアンコースーツの着せ替えができるみたいです。しかもその制服とスーツがちゃんと布製でお着替えできるみたいです。差し替えパーツ使えばアンコ踊りを再現できるらしいです。